のね石なんだけど、はい、こういうふうに台をつけてみるのと水盤あるでしょ、はい、水盤に入れて眺めるのと両方あるわけ。だから石も本当は勉強したのに。あ、石ですね、うん、水石って言ってね、うん、学べるところがたくさんありますね、うん、だからそういうふうになってくるから面白くなってくるわけだ。そうですね、うん、だからそういう勉強もしてもらった方がいいわけね。はい、そんなこれをやって素晴らしい盆栽で国風盆栽展に出すようなものを取り扱っていくか、うん、作る楽しみの人を増やしていくか、眺めるだけの人を増やしていくか、そこでやってまた取材があって一口に言って趣味盆栽の趣味をしてる人も人によっていろんな見方があるわけ。ただお金がいっぱいあっていいものを買ってただ眺めるだけね、鑑賞する、うん、それでもう手入れなんかは全部業者にお任せしてただ鑑賞見るだけ、はい、展示会に出してこうね、うーん、そういう人もいれば種をまいたり挿しをしたりして作る楽しむ人もいるわけ、それから半分できたのを完成させる人もいるわけ、うん、そういうふうにしていろんな人がいるわけ、ね、はい、趣味でも業者の中にもいろんな業者がいるわけ、うん、作る業者の人もいれば、売り買い専門の業者の人もいるわけ。だからどの人に指導を受けるかによって自分の趣味が違ってくるわけよ、はい、だから、うん、自分が、どういうふうなことで盆栽の趣味を生かそうかなっていうことと、うん、それからそれじゃあどういう業者に指導を受けようかなと、はい、そういう人いろんなそのあれがあるから、うんうん、自分なりに早くそれを見極めて、はい、早くいい人と巡り合った方がいいですね。そうですね、うん、だからそれのお手伝いをするのはあんたです。あ、はい、あの工夫がされてるっていう風な動画を毎日投稿したことによって皆さんやってみようとか、うん、すごく思っていらっしゃる方が増えたコメントをいただいたので、うん、やっぱお兄さんはすごくあの盆栽を本当にあの楽しくっていうところの入り口で皆さん思ってらっしゃるから、うん、その楽しさを伝えるって難しいじゃないですか。まあだから俺ももう年だからそんな長くはやらないから、うん、早めにそのなんていうかな、そういう気がある人は来て、うん、でいろんな質問をしてで早く僕の技術を受け継いでってもらえたらなと思うわけよ。だからその辺がすごくあの兄弟の中でも全くあのその見てるコメントを見ると本当にお兄さんは楽しみを皆さんに提供をしていらっしゃるんだなっていうのが本当にコメント見て痛感しますね。だって趣味ってのは楽しくなきゃ面白くないじゃない。それじゃ何の趣味でも、はい、ほらあんたが作った動画見てないから。あ、そうですよね。だからほらよくこれどういうのやってるか分かんないんだけどでも見たよとかさ、うん、あの見て きましたとかさ、はい、そんないろんな人がいるんだけど、うん、私どういうのやってるか分かんないんだけど来る時にはもう質問をメモしてくるなり、はい、品物を持ってくるなり、うん、そういうふうにして来てもらったのが、うん、俺も説明しやすいし、うん、でね、なんで品物を持ってきてくれっていうかっていうとこの人はどのぐらいのレベルかなって分かるわけ。品物持ってくるぞ、はい、でその品物を持ってきたそのレベルによって話が違ってくるわけ。ああ、でもそれはそうですよね。実際その作品ですもんね。まあ、小学校の人に話するか中学生か高校生か、うん、この人は相当やってんな大学生かな、そこの辺を見極めるわけ、うん、だから例えば盆栽教室行ってもね初めての人こうやって聞くわけ、はい、と初めての人が多い場合はその人たちが苦渋に話をしないと初めての人は分かんないわけ、うん、それでその中にちょこちょこっとこうその上のクラスの人の話を入れるわけ。あ、
あ、そういうことなんですね。だから品物を持ってきてくれると、あ、はい、この人は今このぐらいのレベルだからこういう話じゃないと分かんないなとか、もうちょっとじゃあ、高級な話をしようかなとか、そういうの分かるわけ。だから俺は品物を持ってきてって言うわけ。あ、じゃあちゃんとその個別個別対応をあのお兄さんの場合はあのやってくださるっていうことですね。なかなかないですよね。まあ、できるかどうか分からんけどさ、で、俺よりもっと技術的に上の人はいくらでもいるよ。でも俺はほら長年やってきた自分のノウハウをただ話したり見せてやったり、そういうことってできないんだけど。でも本当にあの、ね、楽しさをお兄さんは皆さんにこう、ね、伝えてますからね。まあそれが俺としたら嬉しいことなんだろうけどさ。こういうのに盆栽をつける場合あるんでしょ、はい、とこう穴が開いてとこう植えたがるの、ね、とこう植えると植木鉢で植えたのと同じで年間このが回っちゃうわけよ。あ、そうなります ね、はい、そうするとこれ植え替えできないじゃん、だから穴の中は絶対植えちゃダメ。でこの穴はここがいいところだね、この石のこの穴が。じゃあお水かなんか入れた方がいいんですかね、だからここに植木をつける場合にはこの穴をいかに生かすかってどういうつけるわけ。そうするとこの穴を見せるにはここへこう植木をつければこの穴見えるじゃん。そうです ね、 ね、うん、ここへこう行けば穴がね、で石につける場合には根を洗い出して植木鉢に入れてみる方法と、植木鉢に入れないでここへこう土をつけて植木を植える場合と両方あるわけ。はい、じゃあほんと一つのこの石であってもいろんな工夫ができますね、でこの石はどこが魅力かなっていうのを生かすように作んなきゃいけない。でここへこう植えてね、はい、土をつけた場合に自然界ではこう土があるでしょ、はい、とこれ根っこがこう出てくる、はい、根っこが出てくるとお日様に当たるとこの根っこ枯れちゃうわけ、そうまた分裂して根っこが出るわけ、はい、それを繰り返すことによって植え替えを自然がやってるわけ。あ、そういう方法で作んなきゃいけないと、自然の縮小だって言うけど、はい、石つける場合には、普通は自然界ではへこんだところへこの根っこを張っていくわけね、はい、ところがへこんだところへ根っこを這わせると根っこが太ってくると石が割れちゃうわけよ。だから石の盛り上がってるところにつけていくわけ。あ、盛り上がってる、あ、日に当たってるところに、あの太ってもはい、そうなんていうの、枯れちゃうってことですよね、石がこう割ったりなんかしないようにこう盛り上がってるところにつけていくわけ。で根っこを強調するんだから石につけてね、はい、だからこの根っこが強調できるように盛り上がったところに作るわけ。やっぱそういうふうなことも入れて作るってことですね、だからそういう基本を知らないとダメってこと。針金をつけたんでしょ、はい、針金でこう結んでいくわけ、剥がれないようにね、はい、この石はなんていう石ですかね。これは富士山の、富士山の、なんか火山灰風ですね。そうそう、それで、はい、こういうふうな平らな石もほらこういうふうにして、この石はそれじゃないと斜めにしたら落っこっちゃう。あ、そうですね、これはボンドかなんかで、ね、ボンドでこうつけてこうやって、はい、これもミソンとで買いたい、あの販売はしてるんですかね。何を、こういった石とかは、まあ、自分で使おうかと思ってみんな買ったもんなんだけど、で本来はね、針金が本来はね、はい、こういうへこんだところへね鉛でと針金を止めるのが本当のやり方。あ、鉛で止める、こんなにあるからできないけど、はい、石だって
800個ぐらいあるんじゃないの。すごいですね。もう本当に お兄さんちはいろんなものが本当に揃いますね。不良大根がいっぱいあるけど